ジブリパークの内覧会にやってきました。これからジブリの大倉庫エリアに入っていきます。すごいですね。千と千尋の神隠しをちょっとイメージするような下に行くっていうエレベーターがあります。企画展示室にやってまいりました。この中にはジブリのなりきり名場面展ということで、自分がジブリ作品の名シーンに入り込んだかのような体験をすることができます。こちら千と千尋の神隠しの海列車のシーンです。顔なしの隣にこのように座ることができます。大きな猫バスが姿を現しました。この猫バスはなんと大人も中に入っていいということで、ちょっと早速中に入らせていただきたいと思います。柔らかいです。もう実際に猫バス乗ったらこんな感じなんだろうなって思ってたような、もうそれぐらいの柔らかさですね。どんどこ森のエリアにやってきました。こちらには隣のトトロの世界が再現されています。こちらサツキとメイの家です。でこちらがお父さんが書き物をしてたお部屋ですね。すごいたくさん本が置いてあって、もう数えきれないぐらいの本があって、でそのお父さんのカバンもちゃんとありますね。そっちに五連アーチが見えてきました。どんどこ森っていう風に書いてあります。その奥に見えるのが、これトトロを模した建造物ということで、どんどこ堂になっています。子供たちが中に入って遊べるみたいです。